京冬季オリンピックで大活躍を見せたフィギュアスケートペアの日本代表であるりくりゅうこと三浦璃来選手、木原龍一選手組。身長が30センチメートル差もあり、年も9歳差ながら抜群の相性で成長を続ける2人の関係性に興味津々なファンが増加しています。北京大会では団体戦で日本初の銅メダル獲得に大きく貢献し、個人戦でも日本初となる7位入賞を果たすなどの快挙を達成。そんな2人がリンクの内外で見つめ合いハグをする姿がメディアで報じられると、付き合っているのかと思ってしまう人が出てくるほど。ペアやアイスダンスでは恋人同士のような表情や雰囲気を作ることを時として求められ、抱き合ったり見つめ合ったりすることも重要な要素に。実際に夫婦で組むケースも少なくなく、ペアやカップルから人生のパートナーに結びつく選手たちもいるそうです。2人が出会ったのは3シーズン前、練習中の怪我により世界選手権を欠場しペアも解消していた木原選手は、アイスダンスの小松原美里選手に三浦選手を紹介されたそうで、互いに新しいパートナーを探していた時でした。すぐに相性を確かめるためのトライアウトが行われ、三浦選手は木原選手にリフトで投げられた際、全く体がこわばらないというこれまでのパートナーにはないものを感じさせたということで、その後すぐにペアを結成。当時17歳の三浦選手が本当に好きにならなきゃと思い詰めないようにと、木原選手は優しく僕のことを好きにならなくていいよと告げていたそうです。その後2人はブルーのマルコットコーチのいるカナダへ。木原選手のおっとりした素直な性格もあり、三浦選手は感じたことや思ったことなど素直に伝えることができているそうで、そういうストレートに心を通わせられる関係性だからこそ、出場する大会で自己ベストを更新し続けられているのでしょう。現在では三浦選手の方が木原選手を尻に敷いているように見えるというファンの声もあるようですが、北京オリンピックの際には初出場となる三浦選手の緊張を木原選手が優しく声をかけフォローする姿が数多く見られました。3月21日からフランスで開催される世界選手権では、ロシア、中国の選手が出場しないということで、メダル獲得や優勝の期待が高まるりくりゅうの2人。会心の演技で喜ぶ2人の姿を多くのファンが待ち望んでいます。そんな2人はオリンピック後、まだここがゴールではない、4年後も8年後も目指したいと力強く語っており、多くのファンが2人のこれからに期待の声を寄せていました。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。